この釣り大会は河川に親しんでもらおうという目的で、毎年秋に開催されています。子どもから大人まで240人が吉野川の河川敷に集まり、釣果を競い合いました。狙うのは初心者でも釣りやすい身近な魚、ハゼ。10匹までの重さを計量し、順位を争います。お父さんに誘われてきました。楽しいです。絶好調です。よく釣れてます。こういう時間が取れて楽しいですね。釣れるか釣れんかわからんところが楽しいです。何匹か釣れてるので、もう少し釣れるように頑張ります。大好きな方がいっぱい釣れた。あまりやったことがないので、これから好きになってくれたらいいかなと思います。で、何がかかっているか、あげるまでが楽しみから。また合わせて周辺の清掃活動も行われ、来場者は釣りを楽しみながら水辺の環境保全について考える機会にもなりました。主催によると、40回目を迎えた今回で大会は一区切り、来年度は釣り以外の内容も充実させ、よりたくさんの方が気軽に参加し、川への関心を高めるイベントにしていきたいということです。